はい、皆さんこんにちは、トットリキングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょう。ということで、ちょっとお風呂で撮ってるので音声が、なんかこもってて申し訳ございません。今ですね、今から何をやるかというと、はい、こちら、戦術別ガチャですね。前回、怒涛の地獄のカウンターをお見せしたと思います。はい、であそこでまあ終わろうかなと、いつも一緒ですよね、本当に。はい、というところなんですけども、もう一人ですね、デサイと、同じようにですね、ちょっとやばいなという選手がいるんですね。それはこれです、パトリック・クライファート、やっぱこの選手ジョーカーシュート超絶みたいな。何かっていうとこっちですね、ゴールジェネレーターでシュート特大アップ、シュート大アップ能力特大アップなんで、シュートに一人で大アップ特大アップ特大アップをかけてるっていう意味では、まあ今出てるジョーカーの中では本当にシュートジョーカーシュート超特大アップみたいな選手なんですよね。でそこに来てこのウィムジーシュートですよ。まあアグトラもありますけど、そういう意味でこの選手はちょっと、取った方がいいかなと思っています。まあそのシュート数値っていうところでもズバ抜けてますし、まああとはトラップキープパワー、精神力、これは間違いなく、得点を量産してくれるだろうと思っております。なので、まあ、ちょっとこのクライファート取っていきたいなと思っています。でデパイが出たら出たで、まあ、プリズマティック手に入るんでこれは激アツですよね。でガルシアはいらないですよ。ガルシアは、スキルにもならないし、だってセンターバックはもうマルケスとプジョル、エスステ2人がいるんで、もうこれは全くいらないですよね。でもその代わりにここですよ。僕アンスファティ作りたかったんですけど、まあちょっと追いかけきれなくて前回の戦術別でここ作ってないんですよね。母体すら持ってないので、なんで、星4のアンスファティ5突して控えで置いといてあるんで、まあ、そういう意味ではそこも大当たりなんですよね。まあもちろんそれ以下は全部外れですけど、まあ、ペペも持ってますしね。なんでクライファート、デパイ、アンスファティと、まあ、当たりが3つあるっていうのは結構でかいかなと、まあ、あの前回動画で出したあのカウンターっていうところはもう当たりが2名だけ、まあまあまあ一応スキルっていう意味では、まあ、フェリアスマークがちょっと大量に手に入ったんでそれは嬉しかったですし、ロックボールタックルも大量に手に入ったんで、まあ、それはそれで良かったかなと思って、まあ、30何体出たんでね、あれはあれで良かったかなというふうに思って、はい。でこれはもうちょっとクライファート一択狙いですね。まあとりあえずは、はい、ということでクライファート狙いでいきたいと思います。でこれは、150いけない、無理、通算ボーナス150あるけど、もうほんとさっき、カウンターいっちゃってるんで、もうこれは本当に今ある GB だけでなんとか終わらせたいと思ってるので、もうバスッとクライファート当てて、もう最悪いいや、もうサイドのクライファートを使っちゃいます。もう、もうバリバリのうちのサイドの、まあでも使えないかな、バリバリでクライファートはレギュラーなんですけどね。これもこれでやっぱオフェンスキーマンも強いし、ゴールジェネレーター持ってるし、ウィムジーだし、これはこれで強いんですよね。ほんとステータスだけで言ったらこっちのクライファートの方が多分強いですね。普通にシュートもドリブルもパスもできて、はい。なんでこれを使うかな、これを使ってエムバペに変えるかな、もしくはオーウェンが作れなくはないんで応援作ってもいいかなと思ってます。はい、なのでまあとりあえず母体が欲しいかな、お願いします。アンスファティとか出ちゃうとまたそっちも追っちゃいますよね。1枚目星4、はい、2枚目
お塩、はい、3枚目お子さん、4枚目うわーなんかしょっぱいね、5枚目そろそろ来ないか、お塩、さあ6枚目あー来ないか、6枚目7枚目来た、うーんセンターバックか、誰だ、あそっちピケ、うーんきつい、いやーないか、はいラスト確定枠かな、クライファートお願いします、もう本当に戦術ぶつかっちゃわ、あーもう違う、誰、うわなぜそこをかぶるかな、あーいらない、もはやブラストタックルの限定っていうことを持っている、ABBC もうセンターバックか、これは使えないな、完全コインだな、うん、辛いな、頼むお願いクライファートください、今のがクライファート2枚だったらもう発狂してましたよマジで、うーん星4、2枚目ないか、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、そろそろ来て、7枚目、来たけど、ゴールキーパー、いやーきつい、8枚目来た、これは右だからペペか、あデパイ、あよかった、はいありがとうございます、うわー嬉しい、デパイ嬉しい、プリズマティックトラップゲット、これは嬉しい、あやっぱこのガチャいいわ、来た、いやーこれでやめようかな、20連でパトリック・クライファートをゲット、しかもデパイも出ている、めっちゃリアルだなこのデパイ、 目がめっちゃリアル、潤んでる感が、えこれ激アツじゃない、デパイとクライファート、ちなみにネトってあ、そうだよね。これも熱い。これ激熱。これ嬉しい。え、ネットってサバサバなの？あ、もうでも今、サバいらないから。いや、これ熱いわ。ブロックって、テクニカルブロックと、プリズマティックトラップをゲットしつつの、クライファートゲット。これは激熱です。ありがとうございます。いやー、助かった。どうしよう、終わろうかな、いやこれ終わってもいいよね、だってさっきのカウンターがさ結局さ10連目でデザイン出たわけじゃん、でその後あと1体デザインとか言って結局140連まで出なくて、もうそこまでいったら150でね確定じゃん、確定チケットじゃんってなっちゃったからね、こっからクライファート出なくなるんだよ、知ってるんだよ俺はね、知ってる、ほんで次アンスファティとかが出るんでしょ、出てほらアンスファティも作りたいでしょ、クライファートも作りたいでしょ、
でデパイもたまに出るよとか言ってくるんでしょ。はい、お願いします。クライファート、クライファート、山のように出ろ。クライファート2枚目、クライファート3枚目、クライファート、クライファート4枚目、クライファート。おお、これはやったー、プリズマティックトラップ。3000円でプリズマティックは激安だよ。よし、クライファート、これでクライファート来たらもう超激アツ。クライファートお願い、クライファート。クライファート、いやーないか。ラスト、え、待って、言ってた通りになるんじゃない、これファティじゃない。ほらー、言った通り、言った通り、やっぱこれセガやってるわ、やってるわ、これセガ絶対やってる。そんなわけないじゃんね、言ったでしょ、だってさっきね、どうせ次30連目でファティが出て、ほらファティもクライファートも作りたいでしょ、デパイも出るよ、まんま、そのまんま、そのまんま、怖っ。でこっからだよ、こっからクライファート出ないんだよ、知ってる、俺は知ってるよ。皆さん、まんまと罠にはまっていってますよね。んで、あれでしょ、次10連やったらさ、ガルシアとか出るんでしょ。でこっから先もデパイもファティもクライファートも出ないのよ。ほんでもう通算ボーナス近づいてきてみたいな、そんな話でしょ。いやー、だけどクライファート1体から行く、サイドのクライファート使っちゃう、いやー、あれは強いぞ。いや、あのサイドのクライファートを使っちゃダメ。待って、もう回さない、他はね。これはこれいかないっしょ、ジェイミーバーディーいかないっしょ。強いけど、確かに強いけど、これはえぐいよね。だって結局当たりがもうバーディーのみでしょ。これこそ本当に10分の1じゃん。これは回さないよ、さすがに。うん、これはさすがに1パーガチャだから、これは回さない。でこっちは意外とこれがな、使えると思うんですよね。ここが意外と強いと思うんだよな。で、えとう、まあえとうはね、間違いなく強いよね。なるほどね、強いわな。ここはあれでしょ、だからあれか、ラウタロの代わりってことでしょね、ステに変わるよっていうところで、トリックシュートつけてんだ、マスターと激レアだしな。これ完全に上位だもんね、マルティネスの。ほんでもってラウタロって意外とこれ得点力ないんですよ。うん、そうなんだ。なんでなのって言われるとわからない。とにかく枠外す。結構実は今の中央突破のうちのチームの穴はラウタロなんですよ。だからこれうまいことやってんだな、運営さん。確かにエトーを取ったら絶対に強くなる。うん、それはわかる、それはわかるけど、このガチャで当たりはもう間違いなくエトーとエリクセンのみ。あとはなし、ルカクも持ってるし。そうね、 2% か、つらいな、これきついな、回さないな。いやでもエトー欲しいよね。え、
回か。まあそらラウタロより強いだろうね、確実に。いやもうどうする、はあしんど。戦術別ガチャ、あこれ動画撮ってるんだ。まあでもたまにはね、こういう動画もちょっと許してくださいよ。中央突破どこ行った、あそうか、これが中央突破で、どうする、まんまとほんとセガの思うツボだよねこれ。 1,2,3 当たりが3人、 3% か。え、でも結局クライファーとかじゃあ、あと1体出たとして2体から作る、きつ、いやきついって。アンスパティ出ちゃったから、これも作りたくなっちゃったからね。あ、そうそうそう、そうだよね。だって次ポゼッションの監督来るからね、どっちみちね。うん、ここだよね、アンスパティのとこね。で、ペドリー、ペペペペペドリー、アンスパティロナウジーナとか。クライファーとかきつい。いや別の流角で十分強いけどな。うん、よし決めた、あと1回だけやろう。4000GB あるし、ラスト行くよ。これでクライファーとアンスファティダブル当て、どんな確率だよ。1来い、2 3 4、全然来ないじゃん。6 7 8 9、ああやらんかった、よかった。Just don't feel the same. Oh.